ハロちゃん、今度教えてやるよってなんでっ,つっていう工場でね、製品を作ってる私がいるのが溶接工場なんですよこれね、今考えたら恐ろしいですよこれね、もう平成なってたな溶接工場なのにマスクは しなくてよかったです当時マスクっていうもう煙からもうごほんごほになるからマスクくれって言った時にもらえるのはそれこそ皆さんねおなじみのアベノマスクみたいなあのガーゼマスクをくれてこんなのも1日っていうか1時間で真っ黒になるから終わった後にそれを洗って干すっていうような感じでもうしたくなきゃしなくてもいい今や考えられないっすよ今なんか暴毒がすマスクみたいなのつけなきゃいけないようになってんで,でそれじゃはさすがにダメって 私がまあいる間にちゃんとしたマスクをつけるってことになったんですよねでもマスクつけてるとやっぱりその当時のマスクってすごいでかくて重くてその息もできなくなっちゃうような感じのやつだったんで、ね 目に、この溶接の光が当たって、目がなんかもうゴロゴロならないようにって言って、面もつけるから、大変だったんですよ。で、マスクをしてるから、なんでマスクをつけなさつけないように、刑務所側がしてたらって言ったら、ガスマスク的なやつ、いわゆるその作業用のマスクをすると、喋っててもわからないんですよ、正直言うと。隣にいて、こっち、私が溶接するっていう状態になって、誰かが抑えてるっていう形にバチバチやってれば、もうガンガンガンがうるさいんで、 マスクをしながら「ねえねえねえ今日どう?」とか「この今日の昼飯なんだろうな?」とかっていう会話できちゃうわけですよ実はわかんないんですよだからそれが刑務官口を見てるんですよ口の動きをなんでそれしちゃったらマスクかぶっちゃってメモやってるんでわからないからっていうことでダメっていうことになったんですけどさすがにもう安全的にこの労働基準的なものでマスクしなきゃいけないっていうことになってするようになって。